はいはい、皆様こんばんは、小田誠です。皆様本日はいかがお過ごしでしたでしょうか。皆さんね、待ちに待ってました。待ちに待ってはなかったっすわ突然の発表なんでね、別に待ちに待ってはなかったんですけれどもね、なんかこう言いたかったみたいな、待ちに待ってはって言いたかったみたいなとこあるんですけれども、こちらですね、タク松本ですよ。タク松本ね、タク松本さん1955レスポールスタンダードでですね、エピフォンの、インスパイアードバイギブソンカスタムということでですね、なんというシリーズやって、もう全然ですね、なんか何回かですね、その紹介させていただいたんですけれども、あんまり分かってないんですよ、私自身もですね。でその後ですね、楽器屋で弾いてみようみたいな話をしたかもしれないです、したかもしれないんですけれども、楽器屋ついたら忘れてんすよね、もうなんかもう全然弦とか見て、あーこんな感じなんやとか思って変えるだけみたいなね、ほんとそれだけになっちゃってるので、ちょっと今度はね、しっかり覚えておきたいと思います。こうね、インスパイアードバイギブソンカスタムがどんなもんなのかってですね、あと、まあ、そもそもモデルね、これまだですね、ちょっと詳細の方がですね、こちらですね、松本隆弘シグネチャーモデル、エピフォンタク松、タク松本1955レスポールスタンダードアンティークゴールドが、今週っていうんですか、春夏秋、そうですよね、今週発売っていうんですかね、まあ秋に発売決定ということでですね、もう秋ですよ、ほぼね、もうなんかだいぶ涼しくなってきましたし、台風もねこれから多くなってきますしね、ほんと皆さんご注意くださいね。というわけでですね、エピフォンより、松本隆弘の最新シグネチャーモデル、エピフォンタック松本1955レスポールスタンダードアンティークゴールドが、この秋にですね発売決定ということでですね、シグネチャーモデルの製品画像も公開となりました。詳細に関してはですね、後日発表となりますということでですね、後日ですね、このねエピフォンのところに載せてくれるらしいです。果たして本当に載せてくれるのか、まあね、それは定かではないんですけれど、まあ多分乗るでしょう。いや、まあそれは乗りますよ、だってこの売れこれね、これしかこれがそんなことない、これしか売るもんないとか言いそうになったんですけど、そんなことないですからね。でですね、さらにですね、これね、ここがポイントなんですよ。なおから入るんですよ。なかなかね、そんな文章を途中から始めることなんかないじゃないですか。なおですね、こちらのシグネチャーモデルはですね、タック松本ザヒットパレード2&TMG の TMG2 の、封入連動応募特典企画の、商品としても登場ということでですね、8月の28日発売のタック松本邦楽カバーアルバムザ・ヒットパレード2と、9月の18日発売の TMG2 セカンド、あ、間違えました、 TMG のセカンドアルバム TMG2 をご購入いただいた方の中から抽選で10名様に、いや10名いけるかな、いや、ちょ、私ですね、これ行きたいなと思ってるんですよ。行くんですけど、これ行きたいっす。これね、いいっすよね。で、さあ、そうなんですよ。なんでかと申しますとですね、これですね、松本隆弘さんのですね、直筆サイン入りエピフォンタック松本1955レースポールスタンダードアンティークゴールドをプレゼントしますということでですね、詳しくはキャンペーンサイトをご覧くださいということなんですけれども、それがですね、こちらなんですよ。こちらですね、連動企画が決定しましたということです。なお、応募受付は9月の17日火曜より、開始予約となっております。開始予約となっております。なお、応募受付は9月17日火曜より開始予約となっております。予約開始じゃないですよ、開始予約ですからね。受付開始までは、応募券抽選 A を大切に保管くださいということでですね、松本隆弘さんのですね、この直筆サイン入りタック松本ですよ、エピフォンタック松本1955レスポールスタンダードアンティークゴールドですからね、もうこれ松本さんサイン入っちゃってんすよ。もう松本さん、しかも10名ですよ。結構可能性あると思いません？ 10 名って。いや、ないか。だって、実際これ応募して、あ、でも、どうやろな。飾っときたいって人の方が多いんかな。どうなんでしょうね。これ、10名ですよ、10名。10名ですかね。なんか可能性あるんじゃないんかなって、ちょっと私は思っております。でですね、もう一つの B 賞がですね、どっちかしかダメなん？A 賞と B 賞、あ、そういうことか、応募券 A やけども A 賞も B 賞もあるってことかな。ヒットパレード2のと TMG オリジナル T シャツフリーサイズ、まあ、T シャツもいいっすけど、できれば両方欲しいできれば両方欲しいんすけどねそれはダメかな、両方はくれへんのかな、ダメっすかね。で、こちらですね、応募方法といたしましてはですね、アルバムザ・ヒットパレード2に封入となる、応募抽選券 A と、ちょっとこれ映ってるかな、あ、間違えた、あー、やばい、ずらしちゃった、ちょっとこれ、せっかくいい感じにしてあったのに、待ってくださいね、こうかな、この位置やな、よし、これちっちゃいっすね、今画面確認したんですけど、ちっちゃいっす、これちっちゃい
まあいいか、ちっちゃいんですけど、まあね、私読ませていただいておりますので、アルバムザ・ヒットパレード2に、封入となる応募抽選券 A とアルバム TMG2 の、まあね、これ応募抽選券 B、 それぞれに記載されている、応募券 ID を用意の上、いやそうですね、2つで1つっていう感じですね。2つ揃えて1つになるっていうですね、素晴らしいじゃないですか。いやでもこれ皆さん応募揃うんじゃないですか。だってこれね、こっちもだって結構ギタリスト向けっていうか、そんな感じしないですか。松本さんのアルバムってギターやってる方の方が欲しいみたいな感じするじゃないですか。ででもいいですよね、このなんていうんですかね、このコラボっていうんですか、エピフォンとのこの感じのねコラボいいですよね。でこれで、9月17日より開始となりますということでですね、それが9月30日までこの13日しかないんですよね。13日しかないんで、皆さんちょっと諦めてくださいね13日しかないんでね13日ですよ、皆さんちょっと諦めてください。うわこれでも、いやー1枚がちょっと今んとこどうしよっかな。なんか逆にですよ、10枚ぐらいこう応募したいじゃないですか。でもそうするとこれ20枚買わないか、ね、でもそうっすね、なんかそんなファンのくせにそんな20枚とか言っとんなよみたいなね、200枚買えよって思うかもしんないですね。だってですね、私もですね、昔バンドやらせていただいておりました。お客さんね、毎回 CD 買ってくれてました何枚も。やっぱそれぐらいのね、それぐらいのもんがね、私にこれあるか、あるのかないのか試されてるのかもしんないですね。もしかすると試されてんのかな。いやでもね、そんな何枚もあって、しかもなんていうんですかね、今我が家にですね CD を聴ける環境っていうものがですね、まああるっちゃあるんですけれども、その Mac になんかこの挿すやつ、挿すやつっていうか別のこういうなんかディスクのやつがあるんですけれども、それをつけてやらなきゃいけないんですよ。じゃないと曲が再生されない、曲が再生とか CD も読み込めないんですよ。ブルーレイとか再生できないですし、あ PS5 がありますよ、 PS5 で再生できるんですけれども、 PS4 もあってですね。で何の話でしたっけいやちょっと待ってくださいでですね、でですね、まあそのね、これ皆さんどれぐらい応募されるんかな、欲しいっすね、小松本さんモデルの欲しいなって、欲しいなって言ったらこれ、いやいやそんなにいかんな、みんな対等に行きましょう、欲しいなって言ったらこれなんか関係者が見てくれてくれへんかなって思ったんですけれども、そんな良くないっすね、そんな良くない、やっぱりもう正々堂々とね皆様をちょっともう倒していきたいと思いますので、這い上がって這い上がってね、やっぱそんなね、もうそんな争奪戦もなんて言うんでしょう、これまあ10万票ぐらい来るとするじゃないですか。10万票来た中で10名のうちに選ばれたらもう、いやでもそこでね、こんな運を、そこでこんな運を使いたくないとか言うのもあれなんですけれども、それだったら宝くじ出したいなとか、いやそういう話じゃないんですよ、そういう話じゃないんですよね。やっぱ松本さんのサインが入っているっていうのがいいですよね。だってね、それ松本さんがサインしたんですよ。わ、だって松本さんって本当にいるのかどうか私謎ですもん。初音ミクとかそっち系に近いんですよ。初音ミクとかだっていないじゃないですか。いないけれどもライブやってるじゃないですか。だから松本さんもそんな感じじゃないのかなって私個人的に思っておりまして。で、あのライブとかも CG だと思うんですよ。あとですね、昔ですね、YOSHIKIさんとも対談されてましたよね。その時の映像とか見てもですね、やっぱりその、あんまり動かないもんですから、これも多分 CG なんじゃないのかなってですね、もう何回も自分の中で思ってきましたからね。でですね、何を見たいかと申しますと、うわ、これ、2本立てにしてもいいっすね。2本立てに、いや、でもまだ詳細が出てないのに、2本立てにしてもね、しゃあないですからね。ちょ、私的な予想なんですけれども、はじめですね、スラッシュモデルの方に近いのかなって思ってたんですけれども、これですね。まあ、こんな感じのですね。でもなんかスラッシュモデルってちょっと安かった気するんですよ。で思ったのがちょっと違うかなと思って、こうね見ているうちに、このカークハメットモデルのこれですね、グリーニーってやつですね、カークハメットモデルのグリーニーの方に近いのかなって思ってきたんですよ、見てるうちにですね。でこれが一体で、そっから分かることなんですけれども、やっぱ値段じゃないですか。まず皆さん値段ね気にされますよね。皆さんお金ないですからね。私もお金ないんですけれどもね、値段がですね、このカークハメットモデルがですね、206,800円ということでですね、まあ、で、あのヘッドシェイプも似てるじゃないですか、このスラッシュモデルの方よりも、まあ、スラッシュモデルの方も、普通のエピフォンではない、このヘッドシェイプなんですけれども、これですね、カークハメットモデルが。で、松本さんモデルが、これですね、あ、しかもこれさ、ちょっと、ロゴ、ちょっと下じゃない?あ、違う?普通のロゴの位置ここやろ?ちょっと待って、松本さんモデル、そんなことないか?そんなことない?なんか、ちょっと下に見える気がするけど、まあ、気のせいか、気のせいかもしんないですね。気のせいかもしんないですね。でですね、
で、カークハメットモデルに近いんじゃないのかなと思ってですね。まあ、で、値段が大体は206,800円ぐらいなのかなって思ったところでですね、まあ、いろいろ見てたんですけれども、そう、なかなかちょっとですね、カークハメットモデルの、もう結構ギブソンばっかりで、あんまりいいね、資料的なものがなくてですね、あ、これ困ったなと、困ったなで別にそんな困ってはないですけれども、ちょっと言ってみたかった。ね、よく言うじゃないですか。やたら困る人。いないですか皆さんの仕事場でやたら困ってる人。うわ、困ったなみたいなこと言ってる人ね。大丈夫ですかって言われたいみたいなね、人いらっしゃるじゃないですか。いや、でも大丈夫ですよ、みたいな。誰々さんなら大丈夫ですよ、できちゃいますよ、もう。みたいなね、言われたいだけの人っているじゃないですか。ちょっとそれやりたかったっす。ということでですね、見ていきたいんですけれども、多分ですね、この感じ、まあ音は見れないんですけれども、このインスパイアードバイギブソンコレクション、カスタムコレクション、このシリーズを踏襲してるんじゃないのかなと思いましてですね、まあこれレギュラーなので、その松本さんへのインセンティブなどがないので、まあ、162,800円なんですけれども、実はこのカークハメットモデルももはや今となっては162,800円ということでですね、まあね、だ店によっては多分162,800円ぐらいなのかもしれないですね。で、どこに行ったっけ、これですね。で、これなんですけれども、ほら、オープンブックですね。あ、でもこれはちょっとカスタムレスポールカスタム仕様になってるんですけれども、まあ多分この仕様に近いんじゃないのかなと思いましてですね。で、これですね。CTS のポットと、ギブソンピックアップと CTS のポットと、マロリーのコンデンサーというかキャパシターなんですけれども、この CTS のポットとマロリーのコンデンサーは別に、マロリーのキャパシターですね、は別に書かなくてもいいかなと思ってるんですよ。これね、本当損してるなと思うのが、フェンダージャパンなんですよ。フェンダージャパンって CTS のポット使ってて、で、初めからオレンジドロップじゃないですか。やってんのに、それ書いてないんですよ。でですね、あと、アウトプットジャックもピュアなんたらっていうですね、ちょっといいやつなんですよ。ってやってんのに、書かない、も謙遜してる。やっぱフェンダージャパンね、日本人って言ったらやっぱ謙遜していく気持ち、やっぱ一番大事にしていくべきですよね。いやいや、もうそんなんじゃないんですよ、本当に。いやいや、もう全然、あ、おっしゃる通りです、みたいなね。やっぱそういう気持ち大事ですよね。やっぱそうですね、日本人の気持ちがフェンダージャパンに現れてるんだなということですね。フェンダージャパンをちょっと持ち上げさせていただいたんですけれども、ね、この他のメーカーだとやっぱり書くんですよ。これ CTS とか、マロリーとかですね。キャパシタついてます、と。で、書くんですよね、これ。でですね、スイッチクラフトのセレクタースイッチと書くんですよ。で、アウトプットジャックもおそらくスイッチクラフトかなだと思うんですけれども、こうね、書くんですよ。他のところは書くんですよ。こんなね、もう本当これ以下のものなんてないようなもんなんですよ。いや、だってまともな、多分ですね、まず改造するってなったら、まずここをですね、変えるんですよ。変える、ほんと最低限のところなのに、これをですね、もう、これなんだ、その最上級です、みたいなね、書き方されるということでですね。で、ギブソンのですね、ピックアップ。これはいいですね。で、おそらくですね、この松本さんモデルも、まあ、普通のギブソンのピックアップになるのかな？ちょっとその辺はわかんない。まあ、それはね、まだ詳細出てないんでわかんないんですけれども、もしかするとまだ決まってるのかもしれないですね。その予算とかの関係とか、まあ、あとは松本さんに確認取れてないとかね。やっぱりこの出すのは OK 出てるけれども、一体どこまでを松本さんが OK してるのかとかもですね、わかんないかもしれないですね。もしかしたら、これ、このピックアップとか選んだりすると、ちょっとコストが上がっちゃうんですけど、みたいな、じゃあもうそれなしにしようとかね。やっぱりあるわけじゃないですか。そういうのとかも考えると、まだ検討しているか、おそらく今日決まったか、みたいなね。だってもう、大忙しいじゃないですか、松本さん。本当に。一日どうなんですかね。ご飯食べる時間と、お風呂の入る時間と、寝る時間合わせて5時間ぐらいしか、多分休む時間とかないぐらいじゃないですかね。なんかそんな気がします。でも、そういう方ってそれが多分普通なんですよ。ね。私もですね、ミュージシャンって普通に、なんて言うんですかね。普通な生活をしてる人だと思ってたんですけれども、どうやらですね、違うようでしてですね、大体皆さん寝ないんですよね。1日2日寝なくても平気っていう人がですね、多くてですね、しかも、もう随分、あれですよ、大御所の方々なんですけれども、で、それを一切疲れを出さないですし、もうね、だからまあもう私が第一線に行くことは無理だなって思いました。もうほんと誰かの力で第一線まで持ち上げてもらうしかないですね。もう自分自身ではですね、無理ですね、もう本当に。でも、松本さんとか多分そっちのタイプじゃないのかなっていう、その、全く寝なくて、もう本当にずっと仕事の人、ほんと多分ですね、第一線の人ってそういう方々、多いんですよ。私にはですね、慣れないですね。だから1日5、6時間しか寝てないし、休憩時間も含めて、お風呂の入る時間も含めて5、6時間だとしたら、まあ18時間ぐらいずっと音楽してるみたいなね。で、まあ大体その隙間、移動の間に、多分ですね、こういうのの確認みたいなことをされてるんじゃないですかね。これどうしましょうか、みたいなとかですね。
だからもうずっと仕事してるんだと思います。なんでですね、ちょっとどっかで休んでほしいですね。でもないでしょうね。だって今年まだあと TMG とあとあれじゃないですか、ヒットパレードもまた出たばっかなんで、こっからねなんかやっていくかもしれないですし、いろんなところのゲストで出るかもしれないですしね、もういつま休まれるんでしょうね。というわけでですね、ということでこうねちょっと戻りますけれども、ギブソンのですねこうピックアップがついていて、でこのマロリーのキャパシターと CTS のポットがついてるということでですね、まあこの普通のグリーニーもそうか、グリーニーもそうですね。でグリーニーはグローバーのチューナー、これねグローバーに、あーでもねなんかこういろいろ思い出してきたな。ギブソン買ってなんかあの謎なのが思い出した、いろいろ思い出した。なんかですねギブソンの、私の松本さんモデル、私が持ってるのはそのレギュラーのキャナリーイエローのやつなんですけれども、なんかチューニングがやっぱよろしくないんですよ。でですね買えましたわ、グローバーのやつ買って。グローバーの方が安いのに、グローバーの方が安いのに、なんかグローバーの店員さんにグローバーのやつを勧めされて、グローバーのやつに変えたら確かにチューニング合うようになったんですよ。だからねほんとギブソンはね完全名前に頼り切ってますからね。でですねこうネックのところとかもちょっといい感じになってる、ちょっといい感じになってるんですかね。形成しております。あ、そうなんですよ、ギブソンカスタムのレプシ、なんかカスタムショップのデータを元に、なんか中国にすげえ機械があるんす、あるらしいみたいな話を聞いたんですよ。まあ私も確かではないですよ、その人から聞いたものを、人から聞いたものをこうね皆様の前で話させていただいておりますので、確かではないんですけれども、その人から聞いた情報、その人の情報は多分確かです。その人もともと楽器屋さんに勤めてましたので、で聞いた、でもですねほら吹かれてる可能性もあるじゃないですか、業者から。いやそんな分かんないですけれどもね。まあでもそのなんか中国にすげえ機械があってみたいな、それにギブソンカスタムショップのデータを入れてその通りに木を加工できるみたいなですね、そんな技術があるみたいな感じらしいんですけれども、まあ定かではないですよね。その私は見たわけではないので、でその方もっていう、まあ人づて、まあ、直接見たわけではないですし、そこなんですよ。で、このね、ギブソンカスタムショップのレシピをもとにですね、ネック作ってるらしいんですけれども、どうしよう、これ、激太やったら。そんなことはない。そんなことはないですよね、きっと。ちゃんとしてますよね、きっと。でですね、ギター本体のバイブレーションと豊かなサスティーンを生み出すため、このサスティーンって言うとバカにされる傾向ないですか？そうなんですかね。いや、なんか昔東京来た時にサスティーンって言ったら、サスティーンじゃなくてみたいなね、そんなに言われてきたんですよ。だマルーン5もマルーン5でしょみたいなね、あとなんかあったな、マルーン5でしょとかね、ちょっと忘れましたけどね、なんかいろいろありますけれども、ギター本体のですねバイブレーションと豊かなサスティーンを生み出すためにですね、ロングネックテノンディープジョイントで豊かネックとボディが組み込まれていますということなんですけれども、これですね、ピックアップの下までいってるということなんですが、どうなんでしょうね、そのディープジョイントの方がいいって言われてますけれども、サーとかの鳴りが好きな方っていたりするじゃないですか。まあ私もそうなんですよ、サーの鳴りが好きなんですよ。サーって実はネックポケットとか隙間あったりするじゃないですか。だからこれね密接にくっつけられてる方がいいのか、さだかそうじゃないのかっていうのはですね、多分人の好みによりますね。で私のこのギターですね、黒い方がですねもうぴったりくっついてたんですけれども、ちょっとあでもそうっす、ヌードモデルもぴったりくっついてるじゃないですか。だからあれちょっと範囲が詰まってる感じが出したければ、このねぴったりくっついてる方がいいのかなとは思います。で逆にスコーンと行きたければちょっと隙間があった方がいいのかなって、ちょっと雑いぐらいの方がっていうか、まあでもサーとかはおそらくまあボディとネックを別々に作って後で組み合わせるからっていう面目なのかもしれないですけどね。でですねこのディープジョイントで組まれていますということでですね、カスタムショップがディープジョイントなんでしたっけ。まあでもどっちでもいいかなって感じなんですよね。私個人的にはどっちでもいいかなって感じなんですけれども、まあこっちの方がいいってね思われる方もいらっしゃるかもしれないですね。で1959レスボールスタンダード 1959ES335 にはですね、カスタムショップ同様に、ヒストリックアルミニウムストップバーが採用され使用されていますということでですね、まあアルミニウム製、ちょっと柔らかい系の音がするみたいな感じですよね、きっと。多分これはアルミだけなのかな、この松本さんモデルの方っていうんですか、これはここがアルミなのかな、このバーブリッジがアルミなのかな。でもねえ、いや今更思い出してきたんですけど、このモデルをですね私ね何回か言わせていただいているんですけれども、たくさん試奏させていただいたんですよ、この松本さんモデルがにできる前ですね。松本さんモデルができる前で、松本さんがこれを使い始める前、ちょっと前ぐらいかなに、私ですねこのギターが欲しくなりまして、これのでも P90 だったんですよ、その乗ってるピックアップが P90 で探したんですけど、まあいいのなかったって感じですね。ちょっとその写真があったらですね出したかったんですけどね、今はちょっとなかったですね。
で、しかもですね、40万ぐらい、カスタムショップ製がその時40万ぐらいで、40万のモデルと60万のモデルがございまして、で、まあ、どっちも引いたけれども、特にあんましっくりこずで、なんでしょうね、なんか難しいですね。まあね、やっぱりそのギブソンは難しいって私、ちょっと何度も言わせていただいてるんですけれども、だからですね、皆さんね、もしいいギブソン持ってましたら、大切にした方がいいですね。でですね、あ、他にちょっと見ていくところと申しますとですね、ここは大丈夫かな、これは大丈夫やな、これは違うな、でですね、まあこの辺も多分あんま関係なくてって感じですね。だからまあ基本的にこの仕様なんじゃないんかなって感じなんですよ。で、まあ作りに関して評判はいいっすよね。ただまあ中国製でもだいぶね、そのなんていうんですかね、私が昔買おうと思ってた時と比べてだいぶ時代は進んでおりますので、今の中国製といっても多分もう侮れないんじゃないのかな。まあただですね、そのギブソンのカスタムショップの方を参考にしてるっていうのがですね、ちょっと怖いところではございますけれども、まあ中国の方がむしろ気いっぱいあるし、なんか極力ねクレームとかも嫌やから、こうなんか良さそうなもんでバババって作って適当に投げてそうな気するんで、なんかごまかしたりとかもせず、もうこれはダメや捨てようっつってバンバンバンってなんかやってそうな気もするので、なんかちょっと気にはしておりますね。なんか良さそうなんじゃないのかなって。まああとはですね、これのスペック上がってくる街ですね、このモデルのですね。というわけでですね、ちょっと見ていったんですけれども、おそらくこうなんじゃないのかなというところをですね話させていただきました。というわけでですね、本日ね、このタク松本さんモデルですね、タク松本さん1955レスポールスタンダードについてですね話させていただいたんですけれどもね、こうおそらくこれがこうでこうなんじゃないのかなみたいなね、でこうなんじゃないのかなみたいなねっていう感じで、まあなんかでもこれ松本さんモデルに比べるとちょっと違うような気がするんですけれども、まあなんでしょうね、こっちの方が万能そうな気しますよね。やっぱり松本さんのリアル19、あ、5554ちょっとわかんないですけれども、なんかですね、ここに本がございましてですね、私もですね、あ、でもこういうのってなんか載したらいかんとかありますっけ。ですね、松本さんの1955は載ってるかな、まあさすがに載ってるよな、これ見てんすよ、これね、バイブルですよ、教科書もう本当にね、教科書みたいなもんですからね、これ。あ、そうなんや、みたいなね。あ、そうなんや、みたいな。ちょっと待ってくださいね、今探してんすよ。あ、あった、この辺かな、違うな。あ、でも多分、1954、オキスブラッド。そう。オキスブラッドのやつがですね、欲しかったんですけどね。どこやろうな。これや。ありました。皆さんね、気になりますよね、見たいっすよね。多分これ、後ろもゴールドやし、これかな、ちょっと、これ、多分これなんですよ。これの1955がこれなんですよ。これのエピフォン版、そやな、こっち1954ですもんね、もう一個は。1955ということでですね、このね、リアのピックアップの位置あるじゃないですか。これ結構近いんですよ。見えるかな、これですね。もう不良品かっていうぐらい近いじゃないですか。でも松本さんモデル、あ、ちょっとすいませんね、私が被っておりますね。ちょっと待ってください、これ。こうでっか。こんな感じでですね、わかります、これ見えます。で、これがリアピックアップと、バーブリッジの距離ですね。で、これがですね、こんな感じでですね、まあ相当近いわけじゃ、あ、ちょっと待ってくださいね、相当近い、見えてるかな、見えてますよね、これ。相当ね、近いんですよ、ピックアップと。ね、相当近いので、ここで結構音色の差は、まあ、生まれるっちゃ生まれるんですけれども、まあそんな気にすることではないかなと。まあ、気にする人は気にするかもしれないですね。気にする人は気にされるかもしれないですけど、私は別にそんな気にしないですね。まあね、サイン入りの方ゲットするんで、サイン入りの方ゲットするんで気にしないですね、全然もう。もうゲットできる気でいるんで、私、サイン入りの方をね、ゲットしたいですもん。だからですね、これもうね、2つ買って応募して、いや、よくないですか？いやー、だってね、いいですよね。サイン入りの方がいいな。サイン入りの方がいいっすよね。もうだってもうどんなギターより価値出ますよね。だってでもな、どんなペンでサインしてくれてるの、絶対あれですよね、ボディバッグにサインしてあるとしたら、どうやって管理したらいいの、もう上からクリア剤とか拭いた方がいいんかな、拭いてくれてないんかな、どうなんでしょうね。ちょっとその辺めちゃめちゃ気になるんですけれども、まあ、気にしたところでね、ちょっとまたね、当たったら皆さんにですね、報告さ、当たる気でいるけれども当たったらですね、皆様の方にちょっと報告させていただいて、このサインのね、保管方法などもですね、ちょっと検索して
その作業もですねやっていきたいと思います。当たる気でいるんでね。当たりますよ、当たりますよ。やっぱね、念じれば当たるんですよ、こういうのってね。本当に引き寄せの法則ってありますからね、わかんないですけれども。というわけでですね、本日の動画がよろしければぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あとですね、 X と Instagram の方もやらせていただいておりますので、ぜひとも合わせてフォローの方もよろしくお願いいたします。それではですね、次の動画でお会いしましょう。というわけでですね、これが発表された時かなりテンション上がりました。私やっぱりですね、あれなんですよ、もう時代エピフォンなんですよいやもうね、本当にギブソンね、もうロゴで被れてますから、完全にギブソンのギター。本当にね、私もですね、まあその幼い頃に親にギブソンのギターを買ってもらった。幼いって言ってもまあ大きいっちゃ大きいんですけれども、ギブソンのギターを買っていただきましてですね、でその後東京に出てきていろんなギターを見るわけじゃないですか。で、田舎に行った時はギブソンなんてね、そんな何本もあるわけじゃないですし、その松本さんモデルを取り寄せてってというかですね、通販で買ったんですよ。通販で買ってですね、その池部楽器さんからですよ。その頃からですね、池部楽器さんとのね、つながりはあったんでしょうね。でですね、それが普通だと思ってたんですよ、ギターって。でも東京来ていろんなギター見たら、どのギターも作り綺麗やな、みたいなね。まあ、そういうもんなんですよね、きっと。きっとね、でも作りと音ってね、やっぱりこう、反比例してるって私思ってるんですよ。やっぱ作り雑い方が音はいい、みたいなね。でも耐久力がね、あんまないんでね、そんなにね、使えるかどうか、まあどうかっていうのはね、また別の話になるんですけれども、またね、当たるんで、皆さん、私当てるんで、ぜひともご期待ください。